エブリー・リトル・シングは日本の音楽ユニット。1996年8月7日にデビュー。a v スマネジメント所属。主なヒット曲にタイム・ゴーズ・バイ、フラジャイルなどがある。表記の仕方に関しては作品によって異なることもあり、エブリー・リトル・シング、エブリー・リトル・シング、エブリー・リトル・シングとする場合もある。1995年に 元アイドルであったボーカルの持田香織が母親と共に TRF になりたいと所属する ABEX の扉を叩く。当時 ABEX 専務だった松浦正人は持田の歌声をザードのように感じたことから友愛神岡店の元店長であり当時スタジオの電話番をしていた五十嵐光流に曲を作らせ毎週日曜日に収録してデモテープを送らせた。 ヒットメーカーの小室哲也や小田哲郎には採用してもらえなかったが、これは受けると感じた松浦自身がプロデュースを決める。持田の性質に惹かれた五十嵐は早速、ボーカルレッスンを始め、社内評判もよくこの二人のユニットでのデビュー話が、トントン拍子で進むことになる。しかし、イメージするユーロビート系のサウンドにはアクセントが足りないと思った五十嵐は、 ギターの必要性を訴え、いがらの大学バンド仲間であった、伊藤一郎を誘い、三人体制による ELT が誕生する。1996年8月に、ボーカル、作詞担当の持田香織、ギター、作曲、編曲担当の伊藤一郎、リーダーサウンドプロデュースキーボード、作詞、作曲、編曲担当のいがらしの三人体制で、ファーストシングル、 フィール・マイ・ハートでエイベックストラックスから CD デビュー。同シングルはオリコン最高位24位、約10万枚を記録。90年代ビーイングで圧倒的人気を博したザードや当時のエイベックスを牽引する小室哲也率いるグローブなどの大成功手法を取り入れ人気に火がつく。翌1997年1月発売のサードシングル Dear My Friend で 初のトップ10入り49万枚のロングヒットを記録。4月発売のファーストアルバム Everlasting は初の1位獲得かつ初のミリオンとなる192万枚を記録し大ブレイクを果たす。6月発売のフォースシングル Fall the Moment でシングルでも初登場1位を獲得し、同年末シックス,スシングル Shapes of Love にて NHK 紅白歌合戦に初出場。 翌1998年には2月に発売したエースシングルタイムゴーズバイがシングルで初めてミリオンヒットし4月に発売したセカンドアルバムタイムツーデスティネーションが352万枚という ELT 最大のヒットを記録したいがらの楽曲の世界観やシンセサイザーを駆使したサウンドと持ちだの歌声ファッションが10代20代を中心に支持を受けるように なり、1990年代後半を代表するグループに成長していった。翌1999年3月発売の初のベストアルバム、エブリーベストシングルプラス3がダブルミリオンを記録するも、リーダーのいがらのプロデュースのための十分な時間を確保したいという思いで、本作リリース後はリリースやツアーのない期間を過ごした。持田はこの期間を、 イガラシさんの回復待ちと表現した。翌2000年1月に 13th シングル、プレイ、ゲットイントゥ o a ーブ、二月にフ2月に 14th シングル、シュアーと3月にサードアルバム、エタニティのリリース後、3月をもってイガラシがプロデュース活動に専念するために脱退し、4月から持田と伊藤の二人になる。イガラシはフロントメンバーから脱退し、サウンドプロデューサーになると発表されたことから、 テレビやライブ出演はせずに楽曲提供を続けるものと思われたが6月にシングルカットされた15スシングルレスキューミーで携わっただけでイガラシが直接的に ELT の楽曲への関与はなくなる10月にはイガラシだった以後の初の新曲となる16スシングル愛のかけらをリリースをもって正式に2人体制での活動がスタートする 2001年1月発売のセブンティーンスシングルフラジャイルはフジテレビ系アイノリ主題歌として使用され久々の1位獲得83万枚というシングルでは自身2番目のヒットを記録同年オリコン年間カラオケチャートで1位を獲得し3年連続年間トップ10入りを果たしたその後も2002年アンタイトルド4バラッツ2003年 また明日、2004年、恋文、ぐ内ななど安定したヒット作を飛ばし、NHK 紅白歌合戦には過去8回連続出場している。また、音楽番組のみならずバラエティ番組の出演も多く、ラジオの出演も多い。2009年9月発売のサンシックス,スシングル、Dream Goes ON で脱退以来9年ぶりとなる、いがらが楽曲を提供。 同年11月発売のサンセブンスシングル冷たい雨、2010年2月発売のテンスアルバムチェンジでも上記3作品以外の収録曲で五十嵐が作詞、作曲、編曲を担当した。2016年8月7日にデビュー20周年を迎え、同日には代々木がに体育館で記念コンサートを行った。それ以降、ユニットとしては目立った活動はなく、 それぞれソロ活動として拠点を置いている。また、2016年以降もライブ出演はしており、2019年8月28日には単独ライブとして、エブリーリトルシングにサードアニバーサリーコンセールを行った。2020年冬のファンクラブイベントより、ファンクラブ限定でメンバーの持田、伊藤と放送作家の川上智子によるラジオコンテンツ、噛み合わせを開始しており、 定期的な配信をしている。デビューから2000年のサーティーンスシングル、プレイ、ゲットイントゥエグルーブまではインストなどの例外を除き、作詞、作曲、編曲のほぼ全てをイガラシが行っていたが、2000年のフォーティーンスシングル、シュアー以降からは、持ちだや伊藤も、楽曲制作に加わるようになった。イガラシだ後は、楽曲の作詞は、原則持チが行っているが、 他のアーティストから作詞提供を受けることもある。作曲は、菊池和人、他後国を、光などの作曲家からの楽曲提供が主だが、持田、伊藤が作曲を手掛ける場合もある。エブリー・リトル・シング名義で編曲にも携わることも多い。サウンド面も、五十嵐の脱退を境に変わっており、デビューから2000年3月までの五十嵐が在籍していた頃は、 シンセサイザーやプログラミングの楽曲が多く制作され、いがらし脱退後も2000年10月のシックスティーンスシングル、愛のかけらから、翌2001年3月のフォースアルバム、4フォースまでは、いがらし在籍時の曲風を踏襲した楽曲が作られていたが、2001年10月のナインティーンスシングル、ジャンプ以降からは、バンドサウンド志向、2003年の2 5スシングル、また明日以降からは、 アコースティック思考の楽曲を発表することが多く、楽器の生演奏を多用するようになった。また、いガラし在籍時に制作された楽曲をアコースティックにアレンジしたものも何曲か発表するようにもなった。2007年頃からは生音を主体にしつつ、ギター以外の伴奏をメインにする楽曲も作られている。2009年のサンシックス,スシングル、n から2010年のテンスアルバム、 チェンジにかけて、再び、いがらしと楽曲制作を行ってからは、それまでのアコースティック、バンドサウンド志向の楽曲に加え、シンセサイザーやプログラミングを主体にした楽曲も、再び作られるようになる。2014年頃からは前述の作曲家に加えて、海外のアーティストからの楽曲提供もされるようになった。このかカントリー調、ブラックコンテンポラリー帳、ディスコ調。 ジャズ調といった楽曲も作られている。オリジナルアルバムベストアルバムバラードベストアルバムアコースティックアルバム企画アルバムリミックスアルバム配信限定アルバムその他ビデオクリップ集ライブビデオ持ちだ単独名義での参加は持ちだ香りのディスコグラフィーを参照のこと。セカンドアルバム以降はアルバムを引っ下げたツアーやベストヒットツアーを行っており1000人から2000人規模の 中規模ホールでライブを行っている。これはメンバーがファンとの距離を大切にしており、初期の3人体制時に行っていた1万人収容のアリーナクラスよりもホールの方がファンとの距離が近いからだと取材で答えている。そのためか、各会場とも満席に近い状態になり、当日立ち見席を追加することが恒例になっているを新たに設定。ツアー以外にも多くのイベントや単発コンサート、 ファンミーティングを行っている。ツアーによって、ノスタルジックなものから、モダンなものまで様々なコンセプトで、ステージがデザインされる。ダンサーを置いたり、火炎といった派手な演出をしたりすることは、ほとんどない。また、サイリウムなど光るグッズは扱わず、観客とは、手振りで一体となる。なお、近年のライブのギターソロでは、レーザー光を使った演出が追加され、 同じ曲でもパワーアップした感を演出している。MC はゆったりとほのぼのとした、心地の良い ELT ワールドを作り出している。持ちだが、客席のファンからの声を拾いながら進行することがあり、予定よりも大幅に伸びることもしばしばある。2009から2010年に行われたミートツアーから、伊藤のマイクが優先からワイヤレスに変わった。デビュー当初は、 伊藤の喋る機会は少なかったが、現在はファンの一訓コールや持ち田からのフりで話す機会が増えており、20周年記念コンサートではほぼ一曲ごとに喋っている。持ち田が日常のことや楽曲のことを多く話すのに対し、伊藤は仕事の思い出や裏話をすることがある。フりに全く関係ないことを話したり、業界用語を多用する。 外人なまりになるなどの伊藤の冒険に、持田が突っ込みを入れるくだりが多く、観客の笑いが絶えない。前半は MC を挟みつつ、ローテンポの楽曲を中心に進む。持田が一旦退場すると、伊藤のソロコーナーがあり、高度なギターテクニックが披露される。ここで観客のボルテージは最高潮に達し、そこに、持田が一生涯をして再登場し、 激しいアップテンポの曲で会場を盛り上げる。歌い終わると持ちだが、アホになる気はあんのか、お前ら、愛を歌う気はあるのか、いえ、いえ、いえ、と客席を煽り、その後、アップテンポの楽曲を持ちだと観客が一からに、フレーズずつ掛け合いながら歌っていく。本編最後はバラードで締めくくられるのがほとんどである。アンコールがある場合、 ツアーの表題曲や新曲を披露した後、再びアップテンポの楽曲を観客と合唱する。挨拶の後、最後はバラードでしっとりと締めくくられる。エンドロールはセットリストに組み込まれていなければオーバーオーバーのインストとなる。オリジナルツアーではツアータイトルになっているアルバムから中心に往年のヒットナンバーと最新リリースを織り交ぜて披露されている。また、 過去のオリジナルアルバム収録曲もセットリストに組み込むためファンには嬉しいサプライズとなっている。往年の曲をアコースティックやジャズアレンジに変えて演奏することもありライブならではの楽しみが演出されている。ツアーグッズには T シャツやタオルなどに加え持ちのイラストをモチーフにするなどメンバーの意見が取り入れられたオリジナル商品が年々増えてきている。 ツアー公演本編終盤に会場に散布される。アルミテープには二人の直筆のメッセージの印刷が書かれている。ファンの多くはこれらを持ち帰るため、会場の清掃が簡単になるという効果もある。以下、トークライブ等の歌わないものに参加したのを表記する。次長課長、トークライブラジオルミネザヨシモト。ありがとうございます。